乾杯。サムネイルで可愛い女の子が出てきたでしょでも動画の本編には一切出てきません。残念ながら50を過ぎた親父が出てくるだけです。しかも今回2人です。でもね、まあそう、とんがらないでください。とんがらなくてもいいですよ。その代わりいいこともありますから。おっさんならではの稼ぎ方。特にね、今回の対談相手は株のプロトレーダーのストーンさんが出てくださるんですよ。で、私は FX のプロトレーダー。 この FX と株のプロがですね、2人で今回12月の FOMC、これを中心にね、いろいろと話を進めていこうと思うんですよ。まあ、今回はね、FOMC でいかに稼ぐか、もしくはいかに被害を抑えるか、この2点、両面から攻めてみようかと思うんですよね。やっぱり株や FX をやってる方にとって、今回の12月のその FRB のね、えー、発表もありましたし、今回の FOMC はかなりのインパクトになるんじゃないですか。 今までの、利上げ、利上げ、利上げのペースから、一点、利上げを絞っていこうかな、っていうふうな、今回、ええー、まあそういうふうなね、報道があった途端、5円ぐらいガクンと下がりましたからね。株の方でもいろいろと吸ったもんなかったみたいです。それを、今年締めくくる意味で、今回の FMC、どういうふうになっていくのか、ちょっとみんなで一緒に考えていきましょう。もちろんですね、結論がわかるわけありません。もう、結果はこうなります、っていうふうに懸念するとき、がいたら、それはちょっとね、 嘘でしょう、と。気をつけてくださいね。うん。だからそういうんではないんですよ。あの、どういうふうに考えていくかってこと、もしくは見送っていくかってことですよね。その他にもさまざまなストーンさんからの見方と、私からの見解と、こういうのを融合して、身のある1時間にしようかと思っております。えー、12月の13日、まさに FOMC のその現場で行われるその瞬間ですよ。まあ直前と言ってもいいかもしれませんね。21時から。 ズームで対談させてもらいます。その対談を踏まえて、13日の多分深夜3時とか4時ぐらいから、値動きってのが始まるんじゃないですかね。まあ、マスメディアが小出しにするものから、それから FOMC が終わって、きちんとね、えー、記者会見するところまで油断できないと思います。というところでね、ワクワクの今年最後の株トレーダー、FX トレーダーのプロ対談になりますので、ご期待ください。それでは。